はい、裏マップやっていきたいと思います。来ましたね。まあ、まずは下の連中をやっていきますか。はい。勝利を導き、なんていうんだっけ。盤面の秩序を守るため。見よう、わかんない。もう、わかんない。わかんない。よしよし。よし、行きますか。どんな感じなんでしょう。なるほど。HP 回、6つですね。まず、10回。HP を減らすには10回やんなくちゃいけないですね。厳しいですね。10回。1回も倒さなくちゃいけないんですか。まあ、9回反撃ダメージです。まずこの辺ですね。攻撃力を減らす、技ゲージ吸収を減らす。これを倒せるかですね。あとはおはじきと、おはじきじゃないプニショット。いきますか。ここやりますか。まずここですか。はい、やっていきましょう。ちゃんとしたパーティーできますか。まあまあまあ、これでいいや。 よいしょ。どうなんでしょう。どのぐらいの難易度なんですかね。これが楽だといいんですけどね。まあでも結局はプニショットで勝たないとちょっと厳しいんですかね。よいしょ。よいしょと。ああ、ここは簡単そうですね。よいしょ。はい、フィーバー入りました。よし。はい。ああ、ここはね、簡単ですね。フィーバー短。よいしょ。クリアクリアクリア。フィーバー短いですね。次次。ここ行きますか。まだここは簡単なんじゃないですか。見せといてやろう。よいしょよいしょ。行きましょう。ここも簡単そうですね。よいしょ。フィーバーも入んなくていいのかな。どうなんでしょう。あ、フィーバーも入んなくていいやつですね。はい、フィーバー入らないで行きましょう。これじゃ足りないかな。あ、足りたー。はい、強い。はい、クリアクリアクリアー。で、横2つですね、残りは。ここからどうなることやら。はい、褒めてください。ここまでだ。より磨きをかけた俺の槍で。いくぞ！レース2。鬼釜は反撃してくるんですね。そして必殺技で与えた効果をもう無効化してきます。特殊能力をうまく作って戦いましょう。よし、種族縛り来ちゃいましたね。種族縛り、イサマシップギッチ。めんどくさいな。ニョロロンでいきますか。プギチでもいいのかな。まあ、ニョロンでいきますか。あえていさましでいきましょう。あえて 何のあえてなのかはよくわかんないですけど。どうしよう。いさまし。いさましの復活系がそんな。復活スキル欲しいですね。復活スキルこれぐらいしか持ってないんですかね。まあ、とりあえず入れときますか。あれ、復活いなかったでしたっけ。持ってないのかな。持ってなさそうだな。持ってなさそうだ。よいしょ。まあ、こんなんでいいでしょう。ウォッチ変えましょう。ウォッチ変えるの間違い忘れました。まあいいでしょう。どうなんでしょう。難しいのかな。
これ難しかった、あんまり。ちょっと。ああ、なるほど。うん。なるほど。まあまあですね。よいしょ。おお、来た来た。一瞬止まるからびっくりしますね。よいしょ。はい、フィーバー。はい、行っていく。レーザースモー。スーパーフィーバー打ちたい。スーパーフィーバー。スーパーフィーバー止まんない。フィーバー止まんないんで打ちます、こっち。よいしょ。よいしょ、スーパーフィーバー。あ、ここは簡単ですね。はい。まあまあまあ。うん。まあまあまあ。初心者じゃ、ある程度やってれば、勝てますね。よいしょ。最後、いきますか。はい。本物だなぁと。本物なんですか？ 本物じゃないですよ、別に。あ、かかっていきます。はいはいはい。あ、技ゲージ吸収。まあまあ、もう、あ、ちょいムズになってる。え、さっきちょいムズなかったですよね。あ、これ勝てないかもしれませんね。パーティー変えないと。ああ、さっきもちょいムズか。よいしょ。まあ、ここは簡単なんですね。はい。よいしょ。はい、よいよいよいと。ほら、よっと、ほら、よっと。入りましょう、フィーバー。しょ。はい、フィーバー。G 技打ってから、スーパーフィーバーになってから、かましていきましょう。スーパーフィーバー打ってからの、電王さん打った後、どっちが先打った方がいいんですかね。いまいちわかんないですね。まあ、どっちでもいいですかね。よいしょ、フィニッシュ。はい。まあ、簡単ですね、ここは。うん。この辺は簡単と。で、封印できたんですか？ああ、封印できるんですね。もう、プニショットは2個だけなんですね。まあ、この2個が大事なんですけどね。相手の反撃を減らすと。はい。HP を減らす。しんどいな。これ9回も減らす。9回きついですね。で、HP 減らすには10回。うん。まあ、こんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。ちょっと頑張っていきましょう。まあ、9回倒せば弁慶さん手に入るんで、まあ、9回倒すって感じですね。で、10回倒して、まあ、楽にするっていう感じですかね。うん。頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。